だだいぶ初声出しだったんですけどすごい楽しかったしみんなの声が聞こえてうれしかったですそしてアカペラのはいアカペラのはい曲をしたんですけど今すごい疲れて頭が回ってないんですけど「トラピさんありがとうございます」はい。ああののアカペラの時にコウさんありがとう すごい皆さんも一緒に歌ってくださって嬉しかったです本当になんか泣きそうになりましたすごい熱かったですね楽しかったですパラパラも出演させていただいて平成生まれなんで <laughs> なんか平成組に HI さんありがとう平成組に選ばれて「今パラ」を踊りましたけど美咲さんありがとう。 あのー、すごいパラパラ初めて踊ったのでどうだったんですかね2階席うちは気づいてておそうです2階席も行かせていただいて客席も行きましたが皆さんとたくさん目会えたのかなっていう <laughs> 皆さんも今はいオールラ入ってきますかみんな楽しかったですか三崎さん,ゆうさんありがとう 高音のダンスありがとう見てくれた高ごのリンゴの,あのメンバーに選ばれたのであの高音のリンゴは選抜のダの段の前の曲であのすごい選ばれた理由は次の選抜に入ってほしいからっていう気持ちを込めて選びましたって言われたのでそこに旧期生の子も入っててあの新目だったのでなんか新しい気持ちで嬉しかったなって思ったし。 そこに選ばれてまたもっと頑張ろうってなって高根のリンゴも踊りも大変だと思うんですけどすごい頑張ったのでいいかなっていう良かったんかなってちょっとわからないんですけどちーちゃんありがとうくまそしてオおりあシさんファディルさんもありがとうございます楽しかったですかそうですわかったんと一緒に新芽で踊れさせていただきました最後のポーズとか あのマイティとユウミさんの後ろでいたので画面に映ったんかなって楽しみにしてますウミちゃんありがとうニジさんもありがとうトラちゃんもありがとう明日めっちゃ楽しみです明日も「リカワーはじ」は初めて出演しますので皆さんテソンモップさんありがとうございますファジラさんもウミちゃんさんもありがとうミサキちゃんもありがとう明日も楽しみにしてください 明日は昼,昼とかもすごいあの皆さんがやってほしいって言った曲を私やるので楽しみにしてほしいのと夜はあのひな壇で盛り上げるために頑張るのであのめ見つけてくださいひな壇にいるしようもひな壇昼はあんまり行くことがなくて「カ <laughs> ズさんありがとうございます」 休憩のことたくさん喋れたんですよこのリハ期間とコンサート期間で今日はあの西馬ちゃんともめっちゃ話したし <laughs> あのギューしましたハグしました美咲ちゃんありがとうそしてカメコンさんもみんな今日パチパチ撮れましたか <laughs> よぎぬヒュイりーガ 今日あの YouTube で裏配信で実況実況っていうか配信部屋行かせていただいたのでどうでしたか <laughs> ?YouTube もあ YouTube じゃないニコ生ニコ生でやらせていただいて「らちゃんありがとう」明日は今日はですね亀子さん亀子席の皆さんから「シアッパさんありがとうございます」。 撮ってもらったかな、撮ってくださったかなってちょっとまかんないんですけど、まだ写真見てないので、あのシオンの写真を撮ってくださった方はぜひ写真を見せてください。<laughs> 早く写真を見たいです。悲しい、早く写真を見たいです。もし撮れなかった方は明日もチャレンジして。 1>, 1枚でもいいいのでで取ってください <laughs> 1枚でもシオンをと取ろうっていうミッションを与えますので皆さん私がどこにいるのか分かんないと思うんですが来たらパシャって1枚取ろうっていうミッションを完成してくださいけんさんもありがとうグレープフルーツさんもありがとうそして ウーカさささんんんがが卒業発表をされたんですけどパティルさんもありがとうなんか私なんか人のメンバーの卒業発表を生で見るのが初めてだったのでうんどんな顔してらいいかわからなかったですけどウーカさんはでも大先輩だしどいつ卒業してもおかしくはないなってずっと思ってたからもし卒業されるんだったらもっと広い お仕事、広い世界へ行くんやなと思うしもっともっといいことができて先輩がお幸せになってほしいなってずっと思ってたので舞台もたくさん出られてるしあのもっとこのアイドルじゃなくても舞台としてたくさん見れると思ってるのでカさんのことを応援してますだからあの涙よりはあのちょっと。 幸せになってほしいなって気持ちでずっと見ていましたがやっぱり寂しいのは寂しいけどそうですね <laughs> ん望遠鏡で見てくれた嬉しいそうですねちょっと困,っ困りましたね大好きな先輩卒業発表されて寂しくてでも自分,自分は何だって思うからなんかちょっと。 大げさに悲しむことはできなくて心の中でちょっと幸せになってほしいなって思いながらずっと聞いててうん私よりやっぱりもっとダンサブルさんや先輩の方がもっと悲しいと思うのでやっぱシオンはちょっと強い気持ちでいたんですけどでもやっぱり悲しいのは悲しいなって寂しいなって思ってて。 悲しいのはちょっと悲しいですねでもいつでもまた会えると私は思ってて卒業されても私から会いたい時に元気ですかって LINE したりメッセージ送ったり絶対すると思うのでめちゃくちゃ元気です雪 <laughs> きさんありがとうマヨネーズさんもありがとう そうですね、歌唱力とかも一緒に出られたし2回ぐらいも一緒に出てはい、YouTube にも出させていただいてなんか最近もうずっとウーカさんからダンスを教えてもらったり優しくをして教えてもらったりしててすごく楽しい楽しくてウーカさんとい,いると話するのも楽しいしうん、寂しいですけどでも。 幸せになってほしい気持ちがたくさんたくさん大きいので「テッカーさんありがとうございます」「これ以上悲しむことはよりは笑顔で見送りたいなってずっと思います」「トラちゃんさんありがとう」「マヨネ海さんもありがとう」「織矢さんもありがとう」「そうなんですね」「そして皆さんニキビができました <laughs>」あの <laughs> き一昨日からずっとほっぺったにニキビがマサさんありがとうニキビができちゃってサトポンさんありがとういやーもともとこんなんないんですけど <laughs> なんか最近できて笑ったらなくなるんですけど ちいちゃんありがとうかめこに取られたかめこさん,いら,んいらっしゃるんですか,かいらっしゃるんですかかめこさんいらっしゃるんですか取れましたかシオンのことシオンのことずっと待ってますよは早く投稿してくれるのを待ってますよ 早く写真が見たいのそして、客席も行かせていただいてあの、久しぶりにまた客席二回目だったんですけど行かせていただいてみんなと挨拶とかも仲良くできたかなって思ってますどうでしたか <laughs> どうでしたかシオン、見ましたか みんな。寝てはるんですか。<laughs> 疲れて。ともありがとう。はい、客席はすごく近かったです。だから。もっともっと目を合わせに行きました。今回はもう自分から。目をそらずに。そらさずに。めちゃめちゃ頑張って。 みんなに照れく照れさくても照れててもすごいすごい言ってあの仲良くしたので覚えてもらったら嬉しいです私ももっともっと頑張らなきゃってずっと思って今回はもっともっと頑張らなきゃって思ったので。 けたらいいなって思うのであのすごい今までリハーサルも頑張ってきたしもっと成長した姿を見せれたらいいなってずっと思ってます3階は行かなかったですね2階席に行きましたねはいあ <laughs> うちはあげることできず <laughs> 走るの早かったですね。あきらニッパさんありがとう。そしてあの自分の来週は「あの週刊プレイボーイ」さんからの初水着発売がもうありますし今週かな来週か今来週かな今週ですね 今今週週ですねあ、今週かはい「週刊プレイボーイ」さんのあの、発売あ来週ですか分からへん <laughs> 8月あの5月の8日に「週刊プレイボーイ」さんから初めて「水木」の発売させていただくのでそれも皆さんからたくさん楽しみにしてもらったらいいなって思うしそして「 あの5月31日はガールズペイディアさんスプリングに出させていただきますのでそこそこもそちらもご検討お願いいたします <laughs> ご検討いたしますマーコちゃんありがとうそうですねはい初グラビアだので 2回あります5月には2冊発売なのではい生誕誕生日もあるし <laughs> はいそしてまた6月にまたいいことをお知らせできると思うので <laughs> 3冊以上買うことはいそうです「次回要項とかガールズペディアさんも出ます。 ユナちゃんと優美さんとシオンとワカにゃんと一緒に4人でガールズペディアさんの撮影をしてだいてまたすごいいい思い出もできたし楽しかったのでまたガールズペディアさんにも呼ばれたらいいなって思ってましたし『週刊プレイボーイ』さんにもねすごい優しくしてもらってほんまは撮影は2月にしてたんですけどすごい伸びちゃって <laughs>。 あの事情があって発売が延ばされたので5月になっちゃいましたけど3ヶ月待っての初グラビア発売になりますのでそこも、あのー、よかったら楽しみにしてくださいはいそしてもう一回言いますけど明日亀子さんにミッションですよ亀子さん ミッションです明日シオンが来たら1枚ぐらい取って載せ,せるのがミッションなので絶対絶対ミッションです約束しましょうだって写真撮ってくれないと寂しいもん。 寂しいのでぜひぜひ撮ってください今も待ってますよ今も待機してますそうですねシオンがもっとアピールするべきやった <laughs> バタバタしちゃいましたちゃあさんありがとう 明日はもっと来てくれるのかな清民国の皆さんも来てくれるかなゆきのさんありがとうございます。だん,だんちゃんありがとう。明日参戦するおお楽しみ。柳さんありがとう。下手で待機あきらにぱんさんありがとうございます。 と確かにツーショットあげましたのでインスタグラムも「高根のリンゴの衣装初めて来たのでそれあげましたのでコメントしてくれたらチューチューしますチューチューこれから運動しなきゃいけないので。 ヒョンチェイさんありがとうございますはい遅いと思うんですが、ノボルさんありがとうアキラニパさんありがとうございます衣装が綺麗でしたありがとうございます前回客席でこけたけど今回大丈夫そうですね前回客席行くときにめちゃこけましたので今回はでも スニカーーカなのでこけませんででしたでもちょっと閉じましたのでもうなんか人生って何だろうって思いましたけど <laughs> 人生ってなんだろうなんかリハーサルでは全然いけたのになんで本番で閉じたんやろって思ってすごい人生ってなんだろうって思っちゃうんですけど悲しくて悲しくてでも。 明日は絶対頑張るので明日はもっともっと今日できなかったこと頑張ると思うのでそこはまた <laughs> そこはまた楽しみにしてくださいなんか言いたいことありますか <laughs> はいもう終わりにしますね終,わ終えてまた明日があるので よしさん、ありがとうございます。かナなさんもありがとうございます。それもまた人生。しょうよかった、ありがとう。みんなありがとうございます。明日も頑張ります。いいかいこと。しょうみん大好き。浮気してたのに。やっぱしょうは可愛い、ありがとう。 はい明日も頑張りますまた今日は疲れたけどショールームしてまたみんなにあの話できて元気もらったのでまた今からも運動してまた頑張ります明日のためにまた頑張りますそして早く亀子さん 早くシオンの写真載せてください待ってます早く見たいですあれもしかして撮ってないってことですかそれはないですよね全然私のこと撮ったの見たですよ待ってますよ明日も明日もミッションですよ一枚撮るっていうのを推しじゃなくても私が来たら ドーナツ食べるって感じで1枚取るのミッションですよ皆さん分かりましたか約束なので約束なので忘れないでくださいありがとう今日も10しかないのでデータデータそうですねデータ整理中絶ですよね わかりましたちょっと待って、待ちますねお待ちしますね信じてますよたくさん撮ってくれたの信じてますよ本当に信じてますよ信じるからね <laughs> 信じるからねはい、それでは順位発表します 13ユキノさんありがとうございます。12サトポンさんありがとうございます。11ケンさんありがとうございます。10マイクロさんありがとうございます。93トくんさんありがとうございます。サトクンさんありがとうございます。8位 h イイさんありがとうございます。7位トラちゃんさんありがとうございます。6位海ミちゃんさんありがとうございます。5位パジルさんありがとうございます。4位マヨネーシさんありがとうございます。3位おりあザしさんありがとうございます。2位ともさんありがとうございます。1一チーちゃんさんありがとうございます。チーちゃんありがとう。 ちいちゃん1位おめでとうちいちゃん大好き大好き明日もよろしくお願いしますみんなおやすみなさいバイバーイ